ダブルゼータトップはアメリカ合衆国テキサス州出身のスリーピース、ロックバンド。結成以来メンバーチェンジは一度もなく、米国南部を代表する国民的グループとして知られている。2004年、ロックの殿堂入り。2011年、ビリー・ギボンズがローリングストーン市選出。歴史上最も偉大な100人のギタリスト第32位。1969年、ギターのビリーを中心に結成。 それまでおのおのはサイケデリックバンドをやっており、ビリーのバンドザ・ムービング・サイドアックスはジミ・ヘンドリックスの前座をしたこともあった。その際、ジミにアメリカで最高の若手ギタリストと称され、ピンクのストラトキャスターを贈られたこともあった。また、ダスティとフランクはそれまで同じバンドに在籍していた旧知の中であった。バンド結成当初はブルースに根ざしたサウンドで、 黒人のブルースマンたちと一緒にツアーで回ることもあった。その頃、マディ・ウォーターズらと楽屋裏でポーカーをした逸話が残っているが、必ずマディの傍らにはピストルが置いてあり、それが怖かった、と回想している。活動初期の頃1973年、サードアルバム、ドレス・オンブレスが発表され、1974年には同アルバムがゴールドディスクに輝く。 それまでの精力的なライブ活動と数々の大物バンドの前座経験がセールスにつながったとされている。また、この頃から全米に名の知られるところとなり、コンサートの規模や観客動員数で記録を樹立していく。トラック数台分に及ぶ膨大なステージセットを携え全米を回り、ステージに本物の蛇を持ち込むなど、ライブパフォーマンスも大きな話題を呼んだ。 このアルバムに収録されたビアドリンカーズヘル・レイザーズにおけるギターソロで用いられたライトハンド奏法は商業用としては極めて初期の段階に録音されたものと見られている。このように活動は上り上司となったもののタイマナイツアーとレコーディングの連続にバンドは疲弊。1977年をもって2年間の活動停止に入る。この間、ビリーとダスティの髭が伸び、 その後よく知られるルックスになるが、特に示し合わせて、髭を伸ばしたわけではなく、再会するまで二人は、お互いにそのことを知らなかったという。1980年代初頭、当時の先端技術であるシンセサイザーを導入した頃からバンドに転機が訪れる。それまでのブギーロックに、プログラミングされたシーケンサーサウンドを導入、大胆な変化を見せる。そのサウンドが、 アメリカの長距離トラック運転手たちに特に好まれたこともあり、アルバム、イリミネーター、アフターバーナーなどは、レコードよりもテープの方が売れることとなった。それと同時に、この頃始まった人気番組 MTV にて、レックスやスリーピングバックなどコミカルなプロモーションビデオが毎日のようにオンエアされ、世界の幅広い世代から受け入れられるようになる。初来日したのも、 ちょうどこの頃だった。サングラスとビリー、ダスティの凄まじく長い顎ひげがインパクトを呼び、日本でも有名になる。バンド名にちなんで、1998年には、ホンダ Z の CM に起用された。1990年には、マイケル・ジェイ・フォックス主演の映画、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート3のエンディングテーマにダブルバックを提供した。これは、 バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズのファンである彼らの意向によるもの。湾岸戦争の際には戦勝祈願コンサートを実施したことがある。90年以降、バンドサウンドはブルースに回帰する姿勢を見せている。ただし、新しい物好きのビリーの趣味もあり、現代的なエフェクトやダウンチューニングによる重厚なサウンドも多用され、新しい方向性を見出している。2004年にはロックの殿堂入りを果たし、 受賞式でのプレゼンターは、キース・リチャーズが務めた、WWE のファンであり、2009年7月20日に、WWE ローのホストを務めた、2012年、9年振りのアルバム、ラフッツラを発表、全米6位を記録し、ベストアルバム、グレイテストヒッツ以来20年振りの全米トップ10入りを果たした、2019年、結成50周年を迎えた、記念のボックスセット、 ゴーイン50をリリース。ホックスジラはダブルゼータトップが所有するハーレー・ダビッドソン社製のオートバイを改造した改造バイクである。全く同じ仕様のものが2台作成された。同時期に製作されたキャッツジラとカラーリングや各パーツの形状が全く同じで流線的なボディもよく似ている。名前の由来はハーレーとゴジラを掛け合わせたものである。ちなみに 上記キャッツジラの名前は、キャディラックとゴジラを掛け合わせたもの、ありがとうございます。